おはようございます。我がんせの影げやんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、僕はですね、あのー、お酒が好きでですね、よくこう、よくというか、まあ、週2回ですね、週2回、えー、定休日の前の日、前日ですね、休み前の日と休みの日、 この2日間はお酒をこう楽しむというかね、えー、そういう風にしてるんですけどもですねえー、まあ今年入ってからかな本格的本格的というか今年そうですね入ってからこう日本酒にこうちょっとねこう、えー、ハマるというか日本酒をちょっとこうたしなむようにこうなってきてるまだまだねあの日本酒の素人の息は超えないですけどもえー、それなりにねこうちょっと ちょっとずつ飲んできているということなんですけどもですねそれでちょっと今日あのー、その酒屋さんですね酒屋さんもねこうお客さんに教えていただいたこうすごくねいいお店いろんなお店を教えていただけるお客さんなんですけどもそのお客さんに教えてもらった、えー、酒屋さんがですね、えー、浜内にある小川酒店というね、えー、酒屋さんなんですけどもそこへねこう 先日ちょっとまた買いに行きました。この、えー、小川酒店さんに行ったのはこれ2回目の子、えー、になるんですね。2回目になってですね。ほんで、えー、買いに行って。で、その僕、店長さん,ん、店長さんというか、オーナーさんというか、その男性の方なんですけど、その方のお話を聞くのが好きでですね。 うん、でこう言ってるようなところもあるまあ言ってもまだ2回なんですけどもで、えー、そのねえー、小鷹店というのはですね滋賀県の蔵の、えー、日本酒をほとんどがその、えー、90%以上かななんかもうその滋賀県の蔵の日本酒を置いておられる、えー、酒屋さんなんですね。でこうその 僕はこう日本酒が素人なんでこうどういうものがおすすめですかっていうのをこう聞いた時に「これなんかどうですかね?」って言ってこのお酒を作ったその蔵の人のそのえあれ何て言うんですかね酒を作る人を何て言うんですかそのちょっと忘れましたけどその方のこのエピソードというかそういうのがこうしっかりとねこうその方がこう作る経緯 その日本酒を作る経緯歴史みたいなものをこう教えていただける。それがね結構面白くてこう。でその一回目初めてこう行った時のあのおすすめいただいたのが数ひろというね、えー、日本酒なんです。数ひろ一番の位置にひろは、えー、博士の博ですね。ほんで数ひろという、えー、日本酒があるんですけども。でこれはまあ一回。 飲んでみてくださいと。で、甘酒なんですけども飲んだ時にもうこれはうまいというのが僕の中でこうこの日本酒はうまいなっていうのがこうあったんですね。で えー、すごく覚えてよであと松の司とかいろいろ飲みましたけどももちろん松の司とか、えー、松の司の楽とか美味しかったんですけども僕の中の今までの香ば日本酒飲んだ量としては少ないですけどもその中で一番美味しかったのが和弘だなというふうに僕はこう、えー、思ってる思ってるというか僕はそういうふうにこう感じたんですね。で えー、でもね、そのカズヒロをもう一回買うっていうのも、そのなんかこう、面白くないなあというふうに思ってて、カズヒロは美味しいんですけども、その他に何かありますかねっていうことで聞いて、えー、今回行ってお勧めしていただいたのがですね、えみ式レトロラベル純米。 っていうものですねえみしきっていうね、えー、そういうこう、えー、滋賀県の蔵のお酒なんですけどもこれをこう買わせていただきましたでえみしきっていうのはえみっていうのは、えー、笑うっていう字ですねでしきはあのー、春夏秋冬のしきですねでえみしきって読むんですけどもレトロラベル、えー、純米ということでえー、もともとね、えー、この蔵がやっ てていたた、えー、が出してたね、えー、日本酒らしいんですけどもそれですねだから代表的なそのそこの蔵の代表的な日本酒になりますねで、えー、そこの、えー それを作った方は、その婿養子さんでですね、で、えー、その蔵に入っていろいろこうね、革新的にね、いろんなものを作っていく。で、えー、日本酒をいろいろこう、いろんなものをこう、いいものをこう作っていくのはもちろんのことなんですけども、日本酒の瓶ありますね、その瓶に貼ってあるラベルもね、こうなんかこう、面白いこうラベルをね、いろいろとこう貼っていて。 でいろんな種類あっていろいろ良さそうやったんですけどで一つはねこう45瓶のこう日本酒でですね3000ほぼ3 0 0 0円弱ぐらいの値段がするものがあったりとかそれもねまたちょっとお金に余裕があれば買いたいなと思ったんですけども、えー、今回に関してはやっぱりちょっと、えー、もうちょっとお金をセーブしてですねで、えーまあ、2000円以内ぐらいでっていう話をしてたらまあ これどうですかって言って、エミシキっていうね、エミシキレトロラベル純米っていうね、この酒お酒をね、勧められて。で、買って、その日には一応、飲まなかったんですね、その、えみしレトロラベル純米はちょっと飲まなかったんです。というのはですね、その時にに、ね、それが1500円ぐらいあって、で、和弘の話にもなって、もう、和弘も買っちゃおうと思って。 でカズイロも1,500円ぐらいで合わせて3,000円だから日本で3,000円なんですけどもこれ自体まあまあ僕のまあささやかなこう楽しみの人としてこう、えー、3,000円こうちょっと使ってしまおうと思ってでまあ そのマスターの話も聞かせていただいたしそういうこともあってそんで和弘も,も「これラストの一本です」というところでその辺こう、えー、うまいことをこ言っていただいてまあそれをまあいいやと思ってほんで買おうと思って2つ買ったんですね。で買っ でですねえー、その休みの日にえみ式きをなんか買うあの先に飲むのはなんかもったいないなと思ったんですね、えー、楽しみにとっとこうとそれよりまあ和弘味ある程度こう覚えてるんで覚えてるというかまあ美味しいっていう,こう思い出があるんでですねまあ和弘先に飲もうと思って。 でこうその休みの日は和弘を飲んで、錦レトロラベル純米に関しては、ちょっと、えー、次のね、休みにこう開けてもいいかなというふうにちょっと思っているんですね。うん、ということでこう、その小川酒店は僕はちょっとね、まあえーまあ、浜内に近いところにちょっと用事があってですね、そっち側に行ったんで、まあ、寄らしてもらうたんもあるんですけども。 なかなか面白いですね。そのマスターとお話しするのも面白いなということで、えー、買わせていただきました。ほんで、隣にね、えー、あの力餅っていう、こう滋賀県ではこう有名な、えー、和菓子屋さんがあってですね、えー、その力餅を、まあえー、買って、家族の分も買ってですね、ほんで、えー、帰ってきたということですね。うん、またちょっと、うん、行きたいなと。やっぱりこう 滋賀県の、ね、その蔵の酒を買うんであれば、うん、そこへ行きたいなとただちょっと松の司だけちょっと置いてないんですけども他はこうしっかりとこうね、えー、いろんなお酒があるしマスターのお話も聞けるしということでね、えー、またお伺いしたいなというふうにはこう考えておりますまたこう面白い酒にこう出会わせてもらえたなと、まあまあ、まだ飲んでないんで味はちょっと分かんないですけども、えー、まあまあ間違いないだろうと いう,ふうにちょっと思っております。ということで今日は「和弘や絵見式レトロラベル純米を買って」ということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます